はい、こんにちは、こんばんは、お元気でしょうか。先ほどね、速報的に動画を上げましたが、ちょっとね、聞こえにくいよっていう話が出てきたので、本当に申し訳ない。再度撮り直しております。でね、秋葉原の殺傷事件っていうのは通り魔事件とも呼ばれております。秋葉原の、まあ、有名ところなのかな、そこを、まあ、歩行者天国にしていたと。日曜日の、また、まあ、時間は分かんないけど、朝の9時ぐらいから午後の4時ぐらいまでとか、まあその時間帯なのか分かんないけども、まあまあまあその時間帯を車を止めて、歩行者天国にしようと、歩行者だけをこうねやりましょうと。で、多分それがね、日曜日とかかな、日曜日とあと祝日とかっていう風に、まあ、日にちを決めて、日にちというかまあ、曜日を決めてやっていたと思います。多分他の銀座とかそっちの方もあったと思うんだけど、これの影響で他の歩行者天国のところ、普段車が通っているところを、まあ、歩行者だけにしましょうっていうところも、しばらくはやらないようになっていたはずです。こういうことがあるかもしれないということでね。で、通り魔事件のその容疑者っていうかね、その人が、執行されたよっていう話でございます。ね、一応そのこの人の生い立ちみたいなのがあったんだけど、青森県のある町で二人兄弟の長男として生まれたと。で、結構ね、厳しいらしいのね。教育に関して厳しかったらしくて、九九がいないとかっていうのと、まあ、なんだろう、風呂に、こう、押し込められたとか、食事が遅いっていうことだと、食事を取り上げられるっていうか、まあ、なんだろうね、チラシとか新聞に、こう、ね、ぶち散らかされちゃって、なんだろう、言葉悪いけど犬のように食べろみたいな感じで言われて、そういうことをされていたと。だけどまあ一応ね、その地元の進学校っていうところに通ったんだけど、成績が低迷していて、まあいろいろと、まあ短大も出たんだけど、アルバイトとか派遣社員とかそういうので、一つのところに長く勤めるっていうことはなかったそうです。で、そんな中でのめり込んだのが掲示板で、不安定な生活が続いたと。だけども、まあ、いろいろとね、ふさぎ込むことがある中でも、居場所として、掲示板、ネット上の、なんだろう、アバターみたいなの、今でいいアバターみたいなのを作って、なんだろう、いろんな掲示板に行って、自分というものをさらけ出せる場所っていうのはそこだけしかなかったっていう話ですね。一応ね、被告人質問っていうのでは、本人が言うのに、いうこととしては、まあ現実は建前社会、ネットは本音社会、本音を入れる場所はとても重要で、他に変わるものがなかったっていう話をしています。で、ネット掲示板で知り合った友人と、まあ会う約束を生きる希望、糧として考えることもあったということです。しかし、まあ、事件の動機として挙げたのも同じネット掲示板で、
なんだろうね、ネット掲示板でちょっと有名な人だったのかなと思うのが、そのなりすましとか嵐が現れるようになってたと。でそれに対して苛立ちを、募らせていた。でそれをやめてもらうために事件を起こすって計画をしていたんだけど、亡くならずに事件を起こして報道してもらうことによって本当にやめてほしかったと知ってもらおうと思ったと。どうなんだろうね、そういうさ掲示板でも通報とか報告とか、そのなんだろう、掲示板の大元にやめてもらうように仕向けるっていうかさ、そういうことは通報できるように、その10年前、15、6年前の掲示板でもあったと思うんだよね。まあ、効力はあるかどうかっていうのはわかんないけども。だけど、排除するまでもなく、でもないけども、一定の期間入れないようにするとかっていうのはできるはずだったんだけど、そこに至るまでの考えがなかったのかな彼は。でもまあどうなんだろうね、一応彼としては、どうなんだろうね。どうなんでしょう。どうなんでしょうって言い方おかしいけど、まあ事件としては、動機としてはどうなんだろう。やめてほしかったんだけど、やめてくれなかったのでどうにかするしかないと思ったんだけど、それの方法がまあ今回やってしまったことがそうなのかなっていうのもあるし、 あとねでもね、そのこの犯人というか、まあ刑事執行されましたけど、容疑者というかね、その人ではないっていう話も、濡れ切るまではいかないにしても、実行犯と呼ばれる人は彼ではないっていう話も、まあ、都市伝説というか、ね、そういう風に言われてて、彼、まあ、ジャケットっていうかスーツを着ていたんだけど、それが紺とか黒とかそういうダークスーツっていいのかな、色の濃い暗めのものではなく、白っぽいっていうか、白っぽいグレーのそういう明るめのものを着ていたんだよね、確か。そういうものが多かったような気がする。そうそう、秋葉原のね、無差別事件って言えば、そうそう、多分検索すればその当時のジャケットとかっていうのが出てくると思うので、探してください。写真出てくると思います。でそのジャケットとか、まあ、スーツの下のズボンっていいかな、そういうのに人を刺したのならば、刺したりとか、まあこうね振り上げてしまったのならば、その血が出るはずで、それの返り血っていうのが出てかなかった。顔にも手にもついていなかったっていうことで、それっておかしくねっていうのが出てたんだよね。まあもちろん彼も、彼の写真にね、そういうのが、ナイフを持っているのはあるんだけど、
それにしたっておかしいよねっていうのがあって、で実際そのトラックをこうその歩行者天国とかね、そっちに行ったのは彼なんだけど、その人を刺したのは彼ではないみたいな感じでね言われていたりとかしていたし、なんかトラックには2人乗ってたよみたいな感じで言ってたような気がするんだよね。これ薄覚えっていうかさ、なんかそうかもねっていう感じなんで、あの間違ってたら申し訳ない、でもまあ7人ぐらいを跳ねてしまって、まあ、人を傷つけて亡くならせたっていうことがありましたけど、まあその当時びっくりしたよね。まあ見かけ的にもちょっとね怒られるかもしれないけど、どっちかっていうとオタク系の人かなっていうふうに感じるタイプの人なんですよね。でも本当にそういう人って本当に怒られるけど、そのこと自分がハマってるものを、いやそれってどうなのっていう感じで否定されたりとか、その人自身を否定するっていうことになると本当に怒り狂うっていうのが当てはまるような感じで、何するか分かんないっていうのは分かるような気がする。分かるような気がするって言ったら怒られるか、でもまあなんだろうね、彼のことを一人でも分かってくれる人、まあ幼馴染だったりもするし、まあ、女性でもね分かってくれる人がいたならば、なんか違ってたのかなとは思うんだけど、でそれでも分かってる人間がいたとしても止められなかったのかなって、それでもその彼にの中のそのマイナスのところを埋められなかったのかなとは思いますね、と思いました。はい、以上です。それでは皆さんさようなら。